おー取れた、やったー。昨日郡山市の田んぼで鎌を使った稲刈りに挑戦したのは郡山女子大学附属高校の生徒や幼稚園児およそ170人です。収穫したのは郡山市のブランド米朝霞米のコシヒカリ。 JA 福島さくらによりますと、今年は8月に気温の高い日が続いたため例年通りの出来だということです。園児に刈り取りのコツを聞いてみると、鎌でチョキン、これが鎌だったしたら、これでしゃがんでシャキンと。可愛らしいですね。わかりやすいですね、高校生は普段食について学んでいて、稲刈りを通して農家の苦労とありがたさを感じていました。お米一粒一粒のその大切さとか、やっぱりみんなで一緒にお米を刈ることの楽しさを学べたので、これからもお米を大切に食べていったり料理に使っていきたいなと思いました。収穫した米はイベントのほか、調理実習や商品開発に使われるということです。